で、まあ今日はなんかそのシエスタってすげえ複雑な形をしてるから、それをこうどうやって作ってんのかなっていうのは見てみたいっていうのをただまあ伝えて、まあどうせ見るんなら撮影もしてみたいっていうことを伝えて、まあ何がどうなるのかわからないけど、まあ行ってみようっていういつもの先々予定は未定みたいな感じで来てしまってるっていう、向こうとしてはよほど迷惑な話だと思うんですけどね。もっと巨大な機械を作って、そのボディの複雑な立体成形してるのかと思ったら、とてつもなくシンプルな方法でやってるから、おこれでもできるんだっていう衝撃も一つ来てるわけですね。まさか見てますね。まあそうなりますな、複雑な形だから。でも手縫いだったら何でもできちゃうってことだよね。なんかこうやって作ったら、なんかすげえ安心感あるね。いいねって。なんかいろいろ考えさせられるものがあるね。ねえ、なんか。そうかって。手で縫えば。なるほど。時間はかかるな。いいもんなるし。大げさな設備はいらないし。針しかないもんね。本体のその合板の成形ってもっと大掛かりなこう装置があって、ガーン金型でガーンと押しつぶしてとかって思ったけど、えこれできるんかっていうね。そうでしたね。なんかすごい道具も少ないし、場所もそんな広くないし、広くないって言ったら失礼なことになっちゃうんだけど、まあそんなにだけど大げさなものじゃなくて、もうまあ家具って作れるよねっていう、効率よくなんかしていこうと思うとだん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 大げさになっていくけど、ね、多少非効率でもまあ人の手でやれんじゃねえのと思うと案外ものすごいコンパクトになっちゃうっていうことをなんか勉強してしまったっていう。そうですね。そう、ソファー、自分たちが買うソファーの作る工程見に来たのに、ものづくりについてなるほどとか言って、ちょっと別角度でこう理解が進んでるっていうのも変な話ですけどね。でもなんかあれだけ綺麗にね、なんかこう手縫いしてとかっていうのを見ると、うん、まあそりゃお値段するのは分かりますわと思います。よかったです。買いますか？買います。ありがとうございます。これで1台売れました。買いますか？